先ほど午前4時46分ごろ熊本県熊本地方を震源とする最大震度4の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。震源は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されています。 高いところから物が落ちてこないかなど、今一度確認するようになさってください。この後も同程度かそれ以上の規模の地震が起きる可能性もあります。落ち着いて行動してください。震度4は、八代市、上山草市、浮城市、長島町。震度3は、雲仙市、南島原市。 熊本南区水俣市宇土市天草市震度3は熊本美里町西原村御船町鹿島町甲佐町氷川町芦北町 つなぎ町、熊村、朝霧町、鹿児島泉市、伊佐市。